てめえ、ここは仇の店だぞクソ野郎。はったりと言いたいが、この狂人ならマジでやりかねない。仕掛けてくるかと思ったが、泉谷はそのまま店を後にした。帰るわ。店が吹っ飛んでもいいなら後ろから襲え。もっともお前にその根性はねえだろうがな。おい、私が相手だろ。お前は心臓を刺さないと死なないタイプだ。ロートルがはしゃぐな。死ぬ時くらいはおとなしく行け。